北オットセイは、コもクアシカか北オットセイに分類される、帰脚類。本種のみで、北オットセイを構成する。単に、オットセイとも呼ばれる。アメリカ合衆国西部、ロシア東部の北太平洋、オホーツク海、ベイリング海繁殖地としては、コマンドル諸島、チシマレット、プリビロフ諸島、サンミゲル島、ロベンジマなどが確認されている。 サンミゲル島の個体群を除いて、陶器になると、越冬のため南下する。全長 213cm。体重オス180から 270kg。メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大全長 150cm。最大体重 50kg。タンは短く、やや下方へ向かう。全身は細かい下毛で密に覆われる。次回は小型。 出産直後の幼獣は全長66から69センチメートルで猛威は黒い。オスの成獣は頸部の体毛が伸長して縦紙状になり猛威は黒や暗化試食。幼獣やメスの成獣の毛衣は背面が灰色、覆面が赤葛色。足かかないでは600万年前に多種と分岐した種と考えられている。海洋に生息する。は 動物食で魚類、イカなどを食べる。繁殖形態は体性。オスは繁殖地で5月に縄張りを形成し、上陸したメスは出産後に交尾を行う。6から8月に1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は約4週間。オスは生後7年、メスは生後3から4年で生成熟する。寿命はオスが15年、メスが30年。過去には 毛皮目的の乱獲により生息数が激減し、漁業による競合や混獲などにより生息数の減少が懸念されている。1786から1867年はプリビロフ諸島で250万頭、1867から1911年は100万頭以上が狩猟されたと推定されている。1892年に国際的に 商業目的の捕獲が制限。1910年に海上捕獲やメスの捕獲が禁止。1985年に商業目的の捕獲が禁止されている。ありがとうございます。